ガーシー議員が国会欠席を続ける理由は NHK による u 意本4条違反について国会で追及をしてもらうためでございます。はい、皆さんどうも NHK 党参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。はい、えー、ただいま令和5年の2月12日、えー、日付変わりました。0時14分でございます。はい、えー、一昨日金曜日なんですけれど、はい、 ガーシー議員が国会欠席をまあ続けているということで懲罰委員会がまあ開かれましたでですねえ懲罰委員会が終わった後かなはいえ私もですねえはい懲罰委員長鈴木宗男さんのですねはいあの懲罰委員長室にまああの呼ばれましてえまあ書類をですねまあ受け取ってきましたまあ内容としてはですねガーシー議員がまあ弁明をまあ する旨をですね、まあで、できるということをですね、えー、そういう内容を書いたものでございます。で、ガ、えーシー、まあ、議員がね、あの国会に、まあ、登院しないのであれば、代理での弁明を、まあ、認めるということになります。まあ、基本的にはですね、はいあの、国会議員である私が対象となっているものだと思います。まあ、これについてはですね、まあ、オンラインでのですね、 弁明は認めないというですね、まあ、お話でございました。まあ、これについてね、まあ、いろいろとね、あの思うところはあります。まあ、当然ね、オンラインは進めるべきだと思うわけなんですけれど、まあ、こういうことについてなんですけれど、ちょっとあまり余計なことは言わない方がいいのかなという感じはします。というのもですね、えー、現在、NHK 党にとって、まあ、ある意味ですね、えー 一番重要と言っても過言ではない、NHK による郵便法4条違反。こちらがですね、まあ、国会であったり、 えー、テレビの報道などでですね、えー、なかなか扱われないということ。まあ、これがね、非常に問題ではないかと思います。えー、NHK がですね、まあ、郵便法4条違反というものを、どれぐらいの規模でやっているのかというとですね、えー、まあ、報道されたものとしてはですね、2 0飛び70万通というですね、えー、まあ、そういう規模で、 あ犯罪を、ね、していたことになります、えー。こちらはですね、刑事罰が一応あると。罰金もあると。で、罰金についてはですね、罰まあ、この違反をして、儲、えー、けた分はですね、国庫に返納せよという決まりもね、一応あるわけでございますので、えーまあ、NHK、今回のね、その NHK の郵便法違反についてですね、NHK が、えー、報道で、まあ、言っていることを見るとですね、はい 再発防止に努めてまいりますぐらいでですね、済ませているわけなんですね。なんかこのまま行くとですね、はい、えー、うやむやにされる可能性が、 それなりに高いということでですね、NHK 党としてというか、また投手がですね、昨年の段階でですね、はい、刑事告発をまあしてですね、そちらはですね、告発庁はまあ受理されたと、私もですね、警視庁にまあ言ってきましたので、ということなんですけれど、その後のね、警視庁が <laughs>、果たしてどこまでして、 ね、あの、仕事をしてくれるのかということについては、ある意味、ちょっと他力本願にもなってしまうわけなんですね。まあ、あのね、あの、国刑事告発状を、ま、受理させるところまでは、ね、我々、ね、しっかりと頑張ったつもりではあります。特にね、立花党首が、ま、頑張ったんですが、まあ、あとはね、お任せするしかないという状態で、まあ、できるだけですね、やっぱりこの NHK による郵便法4条違反というのをですね、まあ、しっかりと追及するためには、ああね、あの、世間の、 えー、なんつうのかね、世論をまあ盛り上げていく必要がまあ,あるんだろうとは思います。ということで、まあ、ちょっとね、あの、郵便法4条違反についてといいますか、郵便法4条について、 はい。総務省が記載しているですね、えーまあ。ウェブサイトの内容を一部紹介します。というわけで、ちょっと画面の方が切り替わります。はい。こちら、総務省がね、出しているものになります。後でね、あの、URL については概要欄の方に貼っておきます。ちょっとね、読み上げますね。新書の送達についてのお願い。我が国では郵便の、お 駅務をなるべく安い料金で天ぬく公平に提供するために郵便法により日本郵便株式会社に郵便サービスの提供を義務づけています。また郵便のユニバーサルサービスの確保に支障を及ぼさないという観点から手紙やは書きなどの新書は総務大臣の許可を受けた郵便あ、新書郵便事業者に限ってその送達が認められております。現在日本郵便株式会社及び新書郵便事業者 事業者以外のものにより、新書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が、えー、散見されておりますということで、まあ、ちょっとこれについては平成、まあ、ちょっとね、これ、すいません、この文書がいつ書かれたものなのかはまあ分かりませんが、はい、とりあえず、あのまあ、こういうね、あ,のまあ、ある意味私から言わせると、まあ、くだらない規制というものですね。 えー、が、まあ、あるわけでですね。まあ、これ、この規制があるがゆえにですね、えー、あるい、ね、黒猫マトさんはですね、えー、まあ、マト運輸か、あまあ、黒猫のマトでね、有名なヤマト運輸さんは、えー、山と便かな。あの。 のサービスをですね、まあ、やめてしまったわけでございます。えー、ね、これ、郵便事業、郵便局のサービスとですね、まあ、競争すれば、郵便料金はね、あのー、まあ、低く抑えられることになるわけですし、えー、もちろんですね、郵便が、まあ、郵便局のね、郵便が最近届かないとかね、ちょっと配達が遅いみたいなね、そういうことも言われてるんですけれど、代わりとなる、ね、山と、 運用のメール便があるのであれば、ね、それが、ね、そのサービスを代替することになるはずなんですけれど、まあ、この、ね、規制があるので、ヤマト運輸はこのサービスをやめてしまったというです、ね、ことがあるわけでございます。ということで、まあ、この、ね、規制、ねあの、今回 NHK が 郵便法4条違反をしたわけなんですけれど、はい、2000と B70 万通ね、えー、大規模でしたわけなんですけれど、まあ、はっきり言って、これがですね、NHK が再発防止に努めます。で、ちゃんちゃんで終わってしまうとですね、この規制、何のためにあるのだと、ね、罰則まであるんだけれど、ね、NHK が違反したことによって、その罰則が適用されないのであれば、こんな法律ね、ない方がまあいいと。 思われるわけでございますな。取っ払ってしまえばね、あの、ね、ヤマト運輸が、まあ、サービスに参入できてですね、まあ、皆さんにとってすごいね、利益になるわけでございます。郵便料金も、まあ、抑えられる可能性があります。低くね、抑えられる可能性はありますし、えー、ね、あの、郵便局がね、頼りないという時にはですね、ヤマトの、ヤマトのね、メール便を使える可能性もあるわけなんですけれど、まあ、現状ね、 えー、まあそうはなっていないということでございます。で、えー、今回のですね、まあ郵便法4条違反についてはですね、まあ国会であったり、えー、まあ国会というか、ね、具体的にはね、あの NHK 党以外の政党をね、例えば自民党さんであったりですね、まあ他のね、維新の解散、まああの、まあ当然ね、立憲民主党さんとかもね、えー、どうもこれについて、 話し合われているというか、まあこれをね、問題視する声はないし、えー、当然報道陣ね、テレビの報道でもほとんど扱われないということですね。NHK がね、一応これは報じているわけなんですけれど、まあ一回きりというような印象です。はい。ということで、まあ今回のね、えーまあ、この件を、まあ NHK 党としてはまあ非常にね、重要な問題でありますし、まあ皆さんに 関連するということについてはね、先ほどお話した通りです、ね。ヤマト運用はね、このサービスをあの、まあ使,あのまあ、使わな、えー、サ,サービスを、ね、止めているということが、まあ、あるわけなんですが、まあ、これをね、こういう現状、こう,こういうねあの、郵便法4条違反が、まあ、扱あまり扱われないことについて、 えー、まあ、それを問題視しているからこそですね、まあ、今回のガーシー議員のね、国会欠席理由に、もうしてしまおうということでございます。まあね、我々はね、あの、政治家ですので、もうね、あの、なんか、ね、そのやり方がどうだ、あこれがね、やり方が綺麗なやり方ではないみたいなね、もしかしたらそういう指摘を受けるかもしれませんけれど、まあ、やっぱりね、あの、目的、NHK を、まあ、ぶっ壊すということでございますので、 はい。まあ、皆さんにとってもですね、郵便、えー、料金が、まあ、高くね、えー、されている原因でも、まあ、ありますので、まあ、国益に、えー、資するということでもありますので、それに、ガーシー議員の国会議、えー、欠席理由をですね、はい、え、利用させてもらうというのはですね、まあ、ね、立花党首もね、しっかりと、まあ、言っております、ということでございます。というわけでですね、まあ,あの、私今後ですね、 国会において、ガーシー議員、ね、懲罰委員会、代理で出ることになるし、なりますし、まあ、ガーシー議員すごくね、話題ですし、まあ、テレビ局も、まあ、視聴率が取れるということで、まあ、ガーシー議員に対して、に関してですね、私に、まあ、インタビューなど、まあ、されるわけなんですけれど、まあ、そういうところではもうね、ガーシー議員の国会欠席理由、えー、NHK による郵便法4条違反、えー、こちらの追及が、まあ、甘いからと。 もっとしっかりとね、えー、世論全体でといいますか、まあね、テレビなどの報道、あるいは他の、ね、国政政党さんにもしっかりとこの郵便法4条違反をま扱ってもらう、えーその、そういうことをねあの、どんどんと言ってもらう。 言っていくつもりですということで、まあ余計なこと言わないというのはですね、まあまあやれね、国会でオンラインをまあ進めろという、まあこれはね、まあもちろん大事なことだと思うんですけど、そういうところをね、言ってしまうと、そういうところだけ、 えー、テレビで使われてしまいますので、まあそうならないためにですね、はい、えー、ガーシー議員の国会欠席理由については、NHK による郵便法4条違反をもっと扱われる、取り扱われるために、えー、もっとね、それを盛り上げていくために、まあそのことを、郵便法4条違反、NHK による郵便法4条違反、NHK による郵便法4条違反、これをですね、えー、まあある,ある意味、あの何度もね、繰り返して、えー、まあ 何とかの一つ覚えみたいにですねなるかもしれませんが、えー、言って、訴えていこうと考えております。というわけでですね。はい。まあ、今後の、まあ、方針といいますか、まあどね、あのい,ろいろんな、ね、質問のされ方すると思うんですけれど、まあ、それを、ね、どうやって、えーまあ、うまくできたら、ね、できれば、ね、NHK による郵便法4条違反、とにかくこれを毎回 え述べてですね、それ以外の余計なことをできるだけ言わない。切り取られますからね、ということをまあ心がけていきたいということをですね、お伝えさせていただきました。というわけで以上です。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。